人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。アメリカ東部デラウェア州の連邦地裁は7月26日民主党バイデン大統領の次男で税金未納や住所持をめぐる容疑で訴追されているハンター・バイデンの司法取引の、に関するですね、判断を先延ばしにしました。ハンターと検察が合意した取引の内容に関し合憲性に懸念があるとして一部を修正するように求めたんですね。地裁のノレイカ判事、彼は2024年大統領選挙で再選を狙うバイデンとの再対決を睨んでいる共和党のトランプ前大統領が在任中に指名した人物です。トランプは機密文書持ち出しで自身が起訴されたのに比べてハンターに司法取引を認める対応というのは甘すぎると非難していました。ハンターは2017年と2018年に期日までに税金を納めなかったという容疑で、あとは2018年に薬物依存を申告せず銃を購入した疑惑で訴追されています。7月26日に出廷し税金未納の罪を一旦認めたわけですけれども、司法取引の承認が先送りになったことを受けて、否認に転じました。今回の司法取引は税金未納を認めれば住所持については、銃を今後持たず、薬物を2年間使わなければ、起訴しないとする内容でした。ノレイカ判事は取引の中でハンターが取引内容を履行するかどうかを、確認するのは判事の役割だとされている点や住所持以外の罪を、免責するという条件がついていることに疑義を示したわけです。ハンターをめぐっては約5年にわたって捜査が続いています。中国やウクライナでの事業で不当な利益を得たとの疑惑が政治的な関心を集めてきましたが、検察側は6月こうした事業とは無関係の税金未納と住所持をめぐる事件で訴追のハンター側は税金や銃をめぐる罪を認めれば他の疑惑への捜査が終結すると期待していたわけです。この日裁判官からの質問を受けて検察側は司法取引が成立しても他の捜査は継続する可能性があるとの見解を示しました。このためハンター側は現状では司法取引に応じられないとの姿勢に転じたわけです。両者は今後改めて司法取引の条件について合意を探ることになります。今回の件については、アメリカ下院で、次から次へとですね、このバイデン一家に関する、いろいろなおかしなお金の流れであるとか、あるいはですね、ホワイトハウスで、コカインが見つかったんですけども、これがね、ハンターとかバイデン自身も接種しているという疑惑も上がっています。今回のハンターの件について、ジャンピエール大統領報道官は、記者会見でハンターは、詩人、一般人なので捜査に関する発言は、避けるとしています。今回の大統領選挙、いろいろと第三党が出てきたりバイデンファミリーのいろんなことが暴露されてきて、流れとしてはトランプに有利に働いています。ますます来年の大統領選挙楽しみです。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。